ってやった。愚か者め、インフェルノ隊をすぐに。コマンダーベルシオ、反乱軍の回収チームが到着しました。ですが実行犯はすでに去っています。 S スターのシールドジェネレーターはどうなっている？ひどくやられました。復帰させる方法はなさそうです。デススターは無防備なままか。反乱軍を片付けコルウスに戻れ。皇帝陛下の計画に失敗は許されない。了解です。アスク行くぞ。ミークはここから援護を頼む。前方にターゲットだ。ついてこい。了解コマンダー。状況はどうなってる？時間がかかりそうだとソロ将軍に報告だ。修復できそうならやってみるがダメージが深そうだ。損傷部品をかなり取り除く必要がある。伝えとく。終わり次第残りと合流。まだ来るぞ。合図を待て。合図困った。
これで全部か。合流して次に進むぞ。合流します。クリア。よし、まだいるはずだ。先に進んでるはずです。なら追うぞ。まもなく第4プラットフォーム。シャトルはあるか。いえ、タイファイターなら。ついてる。ここは慎重に。敵の数が分かりません。いや、倒して進むしかない。クズどもを残らず消し去ってやる。いいか、しっかりしろ。嘆くのは後だ。すぐにここを離れる。はい、コマンダー。第4プラットフォームを抑え、タイファイターを手に入れるしかない。それを使ってコルースに戻る。ミーコ、偵察を頼む。お待たせを。エージェントハスク、エビセレーターに通信を。提督と話す。わかりました。今すぐつなぎます。提督、インフェルノ隊はエンドアから脱出します。現在の状況は。スローン中将が撤退命令を出した。我々はこの政権より離脱する。お前も自分の船に戻って生き延びろ。後で合流座標を連絡する。了解。コルスに着き次第連絡を。こんなことが起きるはずがない。まだは完璧だったはずだ。誰かがミスをしたな。最高司令部が重要なことをまた見落とした。ですが、それだけとは。アンラ君はかつても装備でも劣っていました。簡単なことだ。皇帝陛下は敵の力を見誤り、その代償を払ったのだ。コマンダー、それを話して大丈夫ですか。いいんだ。口が過ぎますと、我々だけとはいえ反逆罪になりかねない。目を覚ませ、ハスク。事実を語るのは反逆じゃない。警戒を。反乱軍のパトロールが近い。ありがとう、エージェントミーク。何とかする。ここがバンカーだ。パトロールを確認した。中に狙い撃ち。撃て。止めてやる。パトロールを片付けた。それは当然の報いだ。コマンダー、反乱軍の奇襲です。シャトルが一気やられ、仲間が追い込まれてる。そのまま偵察を、こちらで対応する。コマンダー、あれを。
被害を出すな。ハスク、準備しろ。攻撃。
ーカー撃破。 ATST を倒した。装備が整っていても反乱軍は危機ではない。制圧完了。プラットフォームを確保した。エレベーターだ。上で合流しタイファイターを奪うぞ。コマンダー、プラットフォームに敵が。こちらの機体に細工してダイスを妨害するようです。連中を倒しタイファイターを確保する。鎮圧後離脱。了解しました。
丈夫ですか？スターファイター確保。上で合流しよう。直撃した。
の座標は入手しましたが、エンジンの修理に時間が必要です。時間を稼ぐ。エージェントビーコン、その爆撃機を片付けるぞ。まもなくエンジンを動かせます。爆撃機をスキャナーに捉えた。始末した。お呼びでしょうか。よろしい。陛下が亡くなった。ではこれから何を。報復だ、コマンダー。帝国の全力をもって反乱軍をその愚かな信仰もろとも叩き潰してくれ。わかるか。奴らは何を信じている。希望を。そうか。ここにメッセンジャーの訪問を受けた娘のお前に見せたい。ベルシオ提督、シンダー作戦をすぐに開始するのだ。抵抗、反乱、反逆、そのような思い上がった考えは取り除かなければならぬ。お前もまた世の腕の一つとなり、帝国を乱す全てを滅ぼすのだ。そのメッセンジャーがターゲットのもとに導くであろう。シンダー作戦こそ陛下の最後のご命令にして帝国の未来を築く布石である。これにはインフェルノ隊の力が必要になる。そのターゲット、アクセスを却下する。それはまだ知らなくていい。まずはこの任務を任せる。これは特別な任務だ。そして今は特別な時。行けコマンダー、お前の最善を尽くせ。シンダー作戦に備え、今度は造船所へ向かうよう命じられた。ハスク、私とお前はドーントレスのために実験衛星を回収し、モフレイスの安全を守る。ミーコ、お前はコルスを。コマンダー、衛星を抑えました。よくやった。
モフレイスが提督に作戦の準備完了を報告しました。切り返せよ。反乱軍が本能地域に現れた。ロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。敵コルベット艦の迎撃に当たれ。すぐに向かいます。エージェントミーコ、アンラングの船を攻撃しろ。はい。スターデストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。敵コルベット艦の迎撃に当たれ。すぐに向かいます。エージェントミーコ、アンラングの船を攻撃しろ。はい、コマンダー、移動を開始します。とどめを刺せ。敵を探知。ポイント1なのに戦闘機。了解だ、ハスク。
うまく誘導しろ。ステーションの中に誘導します。
敵の船に乗り込む。エージェントハスク、合図したら乗船しろ。それまではドーントレスと援護を頼む。了解。
Thank you.
2つ目だ。最後はやり方を変える。クーリングセルは準備できています。よし、爆弾を仕掛ける。お願いします、コマンダー。起爆した後はどうなるんですか。まあ、見てるんだな。狙い通りだ。なるほど、でしょうね。これも狙い通りだ。何かに掴まれ。ドロイドシールドだ。インフェルノ隊、コーントレスのパワーが回復したが接続部を解除できない。我々への指示は早く制御システムを破壊するんだ。私の任務は衛星の防衛です。帝国のステーション攻撃ではありません。口答えするな、コマンダーベルシオ。ステーションを攻撃し衛星を防衛しろ。それが新たな命令だ。イエスサー。アスク、ボンダーステーションコントロールタワーへの攻撃に備えよ。ドッキングアームを破壊して接続部を外すこともできる。そこが動力源だ。作戦の目的を反乱軍に知られてはならない。目的は何なんです。これまで以上に平和の実現には力が求められる時代だ。ベルシオ提督がこの金貨から汚れを一掃する。誰が本当の支配者かを教えてやるのだ。戦闘機が接近。この船を破壊しろ。無力化できれば連中から学べるはずだ。反乱軍から得られるものなどありません。奴らにあるのは弱さだけです。その通りだ、エージェントハズ。我々が銀河を支配するまで秩序はもたらされない。その調子だ。衛星の安全確保にまた一歩近づいた。衛星はどこに展開を。質問に答えている暇はない、コマンダー。船の接続を外すんだ。帝国の極秘施設の探索を求められた。観測所と呼ばれており、皇帝陛下がそこに敵に渡すことのできないアーティファクトを保管していたらしい。極秘扱いが要求されるため、この任務は最小限の人員で行う。エージェント1名1分。